王林、リンゴより男超クールイケメン新人歌手との大都会王瀬が与える衝撃。青森県知事への道が消える東京なれ。青森県在、東京でも大活躍している異色のタレントの王林、25。あくまでも拠点は青森で、恋愛観も。結婚したい人の条件が、外国人んな。青森に住んでる、 青森の鉛を喋れる外国人さんがいいんです。4月10日放送。突然ですが占ってもいいですかフジテレビ系と地元愛を感じさせるトークをしていたこともあるが、今はすっかり都会に染まりつつあるようで。12月7日発売の女性セブン小学館が王林さんにとって初の熱愛をスクープしました。10月下旬の深夜。 王林さんが今年8月にデビューしたばかりの4人組とウルフハウルハーモニーのリーダー領事さん27とカラオケバーでデートして王林さんがホテルにお持ち帰りした大都会の王瀬の様子が報じられています。ワイドショー関係者お相手の領事は青森ではなく埼玉出身の王緑色などの先発。髪色は流動的とピアスがよく似合うイケメン。 ル系だが、笑いのツボが浅かったり、デート風ムービーを撮る際にオーバーにイチゴパフェを食べたり、小指を立ててグラスを持ったりと、おちゃめな姿も見せることも多い、都会的なイケメン。王林さんも領事さんも若い独身の二人。それに、すでに王林さんはアイドルは卒業しているので、二人の夜の大人のデートには特に後ろめたいことはありません。しかし、 王林さんは東京市青森のローカルタレントとして自己プロデュースをしているし、未だに都会慣れしていない素朴な感じが人気の女性タレント。女性セブンでは王林さんが明らかに東京慣れしている感じの話も報じられていますから、イメージダウンしてしまうところはある。全度、女性セブンの記事では王林は現在も青森を拠点にしているが、 多忙で青森に帰る頻度は減っていること、東京のクラブで遊んだり、雰囲気が派手になってパリピになっていることなどが報じられている。つまり、これまで築き上げてきた青森のイメージが崩れてしまう恐れがあるのだ。王林さんは若い世代のファンが非常に多く、素朴で天然なキャラと給湯神の圧倒的なスタイルから子供人気も非常に高い。 NHK の大人げ子ども向け番組、天才テレビくん E テレにはエナジーマスター王林先生としてレギュラー出演しています。同じく E テレの10分すび日本にも王林さんは MC 兼ナレーターに起用されているなど、NHK からイメージの良さが評価されていることが伝わってきます。全室のワイドショー関係者、また、 王林がレギュラー出演しているうっちゃんなんちゃんの内村てるよし、50が MC のザ・突破ファイル日本テレビ系はテレビ界が最重要視している13から49歳の高く11月30日放送回のコア視聴率は4.3%を記録関東地区ビデオリサーチ調べ同日の裏番組では嵐相葉さき40が MC の ナナかける部、フジテレビ系がコア1.5%なので、3倍近くの差をつけている。2018年10月から始まった、今や大人げ番組。コア視聴率が非常に高いのですが、さらに見るとティーン年代、そしてより子供たちの間で人気なんです。イクジットやペコパ宮下草薙など若い芸人を、 積極的に起用していることも影響しているでしょうが、王林さんの天然発言や可愛い笑顔も番組人気に大いに貢献しているのは間違いない。しかし、クールなイケメンアーティストとの夜のデートやあまりにも東京慣れしている様子が報じられてしまっては、王林さんのキャラをあざとく感じてしまう視聴者も出てくるでしょうね。全度かねてより王林が公言してきた夢にも、 影響が出てきそうだ。王林さんは本当に好きあらばという感じで、県知事になりたいという話を何度も話しています。10月5日に行われた森りんごが大好きだ魅力発信イベントで彼女は青森の良さを PR するだけでなく、青森の課題を直せるような人間になりたいという理由で現地のりんご農家を自主的に訪れていることも明かしたりと、 本気で知事を目指していることが伺えます。前室のワイドショー関係者。大林は6月29日放送のダウンタウン DX 日本テレビ系では東京にできればいたくないと断言した上で、青森県知事を目指す目標あるし、青森のプロデュース系もやっていきたい。芸能にこだわってないからずっと芸能界にいるとは思っていない。 30代からは知事に向かって本格的にやっていきたい。と、人生設計を語っていた。今回の女性セブンの記事の通りなら、最近の王林さんはほとんど青森に帰れておらず、その上で東京で夜遊びして、都会的なイケメンアーティストの領事さんとの王瀬に興じていたわけで。もちろん交際は何も悪くはないですが、 青森県知事を目指すと言いながら、現地には帰らず、あまり東京に染まりすぎている姿を見せるのは、まずいところはあるでしょうね。大林さんの青森愛は間違いないでしょうが、県との熱愛に加え、東京に相当染まってきてしまっているという点で、王林さんにとっては少々痛いスクープになってしまいましたね。全土。 大林が東京で本格的にバラエティ番組に出るようになったのは、2019年6月30日放送の原爆書日本テレビ系から。気づけば4年以上過ぎているわけで、都会に染まっていない方がおかしいのかも。領事はクールなビジュアルだけに、たまに微笑む際の姿が特に人気だという。